マイクが全部もう埋め込んであるので、音をアンプリファイすることができるというちょっと新しいハープでございます。次にちょっと真面目にクラシックも練習しているんだよというところを見て、見ていただこうかなと思いまして、ララのグラナダという曲